私が生まれたね、近所っていうのは、須崎問屋街っていう、まあ、言葉はまだ残っとうかな。あそこちょうど、博多山笠の、決勝点なんやけどね。まあ、そこの、こう、もうちょっと、まあ、奈良町なんですけどね。要は、小売りと、ね、問屋があったら、問屋さん、問屋街だったんですよね。で、問屋さんなんやけど、要は、現金やったら、うんぬんするよ、みたいなで、近所で結構、安く売ってくれんしゃうわけだ。現金を持っていったら、みたいな。そこから、ダース買いをするとか、ロットで買うとか。っていうようなののやり取りをこうしおっしゃって、もう、社会で初めて習うんじゃなくって、メーカーがあって、卸があって、ね、小売りがあって、みたいな。まあ、うちは、燃料問屋っていう、問屋やったったよね。問屋さんやったったよね。で、その真ん中なんや。で、もうちょっと小売りもしよう、みたいな、状態でさ。で、まあ、うちの場合は、壱岐から、炭が届いて、あと、商売用の透き通ったの氷とか扱いよったり、プロパンガス扱いよったりとかね。そういう、こう、まあ、燃料屋さんやったっちゃ、燃料問屋さんやったっちゃね。で、周りには、そういう、こう、ホテルのパンとか、あと、なんか、有名なパン屋さんの、こう、ちっちゃなお店があったりとか、いうのもあって、だけど直接も買いに行けるし、純小売りのお店ばっかりじゃなくて、とにかく問屋さんやったっちゃ。で、現金なんよ。とにかく、現金。今でも着物でね、現金卸問屋とかいう言葉を使って、商社、着物屋さんのことと思っちゃうけど。で、それがヒントやったね。そう、現金やね、みたいなね。だけど、現金なんやけん安いんだよ、みたいなね。っていうので。なんか経験に学ぶのは愚者がすることらしいけど、ちっちゃいところから見よって、あ、現金でやり取りするんだと。というところで、基本現金ですね。で、ただね、メディチ家とかフッガー家って聞いたことある。フッガー家っていうのは、まあ、ドイツ。まあ、プロイセンなんですけどね。で、あとは、メディティ家って言ったら、フィレンツェ、イタリアですね。で、そう。で、なんでこの人たちが、特にメディティ家がどうやって、発展してたかっていうと、まあ、みんな兄弟とかないよね。そして、まあ、ヨーロッパって国がいろいろ分かれとけど、陸続きやない。ね。で、そこで商売するのにさ、為替というものを初めて、生み出すわけ。で、そこからなよね、発展していくのはね。でも、それこそ、王室とね、もう婚姻関係になったりとかなんかするけどさ、もう、事実上、ね、最高の力を持っとったりとか、いうような、多分時期が、あると思っちゃうけど。だけ現金じゃなくて、もう一つ、こう、社会の仕組みの画期的なものを、生み出すとね、大きな流れになるっちゃうわけで。今生きと私たちの時代は何が画期的なあれかというと、やっぱりエネルギー問題を脱出しきった人。エネルギー問題を脱出しきった人が多分、だよね、と思うけどね。だけど、やっぱり国は工学部関係っていうか工学関係には力を入れるべきじゃないかなと思うけどね。工学よね。
ってことは理系なんかな。ということで、私は、とりあえず、原始的なことをしてます。原始的な深掘りですね。原始的な深掘りなんですけど。